森厚の墓長寿院森厚は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、島津市の家臣、加茂寺と王。本来は畑山姓で、長寿院は陰号。その後、元続したが、出家時の名乗りのまま有名になった。後年、古、忠秀が屋敷を、あ神人左衛門に譲与して出家したため、あ吉坊と呼ばれ、以降子孫は、あ氏を称している。 畑山来国の子として誕生。薩摩畑山氏は、室町幕府の有力守護大名の畑山氏の所流を、称する。父、来国が、薩摩半島南端の坊の津あたりに移り住み、できた子であるという。幼少の頃に、大乗院で仏門に入り、大乗院、森久法院の弟子となった。森厚は、奇襲根頃寺で8年間修行し、さらに、 高野さんの菊井商人のもとについて、三年間修行した。その後、帰国して安養院十字となった。島津義久が森康に原則を命じて側近に取り立てた。奏者として使え、島津市の九州統一で活躍を見せる。天正十四年、秀吉と義久の関係を取り持った。その後、豊臣秀吉の九州の役で、 島津市の旗色が悪くなるとは僕を主張した、言われている。天正16年、吉久かろう。吉久と共に、石田三成と会見した。天正20年頃、町宅売、鎌田正知からと共に、家臣の治療をあてが以上に署名しており、老中にもなったことがわかる。森厚は、筆頭老中であった伊集院公願と共に、対抗検地に立ち会い、 三成と相談しつつ、島津家の家臣団の治療配分に携わった。このため、現地やところ替えを命じられた多くの家臣たちの激しい敵意の矢表に立ち、黒人層からは演佐の対象となった。一方で、大胆な治療割りを進める移住院抗願とも対立して不仲を噂された。慶長5年に、 関ヶ原の戦いが始まると、7月末の、早日客による吉弘の気球の知らせに応じ、ガモ州、調査州ら子卒70名を率いて、国元を出発。伊勢貞夫佐、ニーロタビアンと同様に吉弘に従った。関ヶ原の戦い本戦直前の9月13日朝に、南宮山付近に到着。三成が1 0 0名ほどの手勢で出迎え、 まるで無四のようだと褒め称えられた。同日昼に大垣城の城門に至ると、吉弘は門外にまで出て喜び、森康の手を取って人所に招き入れた。また、着人の折、吉弘が秀吉から賜った白い鳳凰模様の陣羽織を森康に送り、石田三成も金磨きの軍配とうちわを送った。森康が最も名を馳せたのは、鳥頭坂の退却船である。 関ヶ原の戦いで西軍が総崩れとなり島津軍が敵中孤立した際、島津と与久の震源で義弘は数万の大軍を塗って敵中突破を観光した。森厚は強力の家来玉林坊に義弘を背負って山中突破するように命じた後、戦術の義弘から配慮した陣馬バと三成から配慮した軍配を身につけ、義弘の影武者となった。 最後については書伝あり、定かではない。吉弘の名を名乗って奮戦したが討ち取られたとも、あえて吉弘の名を名乗って切腹したとも、乱戦の末に、家来十八名と共に、巻田上野で討ち死にしたとも言う。薩摩半球伝衆によれば、森安を討ち取ったのは、松倉重政の家臣、山本義順という。戦術の通り、秀吉の九州平定後、弘の重心として、 中央政権と島津家の関係を深めようと積極的に活動しており、中央政権と距離を置きたいと考え中央との関係に消極的であった島津義久とその家臣団からは疎まれていたようである。実際に義久から島津忠常に宛てた手紙で、義弘は長寿院を徴用しているようだが、後々後悔するに違いないというものが残っている。彼自身も、 吉久坂診断の反発を感じており、一度は検知奉行の事態を申し出ている。ありがとうございます。